高速乗ってきたんだけど、うん、すっごい怖かったよ。あれスピード出したら危ないなと思って、うん、怖いよ本当に、うん、あ、ツイキャス繋がりました。人見、ね、ドゥカティだからね、特に気をつけないと。ドゥカティ、何ドゥカティって。バイク、んバイク、ドゥカティよ、バイク。こんな時にドゥカティできた。なんかいいんじゃない、人見がドゥカティとか乗ってたらちょっと。なんでドゥカティって燃えるよね。分からんけど、人見ドゥカティ、ブワーンみたいな、怖っ。いいよね。あ、でも乗ってやんちゃだな。流走だよ。流走でドゥカティだよ。流走で、流走だよ。迫力すごくない？すごいはずよ、本当に。いや、上の飾り全部吹っ飛ぶわ。あ、ここ通ったんだな、みたいな。てか、ヘルメットかぶれないし。車のブカッティもやばいっすよね。車のやつもあるんですか？車のブカッティは時速400キロ出る車。やば。でもスピード好きだからな、私。そういうの好きなんだよ。多分アメリカでしか走れないんじゃない？やるない。あー、そうなんだ。ね、沖縄で無理でしょ。そうよね、広い車、ね、自動路が。沖縄でハンマー乗ってる人の気が知らないんですけど、どういうことなんですか？あれさ、びっくりするよね、大きい、うん、あの超でかいさ。これこれじゃないや、あの車、車でっかい、あ、車、そうそうそう。何なのかな、細い道を走ってるの見たことあるんだけど。あー、いるね。あれ怖いね。怖いよあれ、危ないよね。普段使いにはちょっと不便だよね。ここアメリカじゃないよ。ミニカーでいいんだよ沖縄は。ミニカー、軽乗車でいいんですよ。軽乗車ぐらいがちょうどいいね。そうね、スポーツカーでもいいよね。一人でレクサス乗ってる若い子とかさ、誰乗せるのって。いやいやいや、もうお金持ちなのよ。待って、ツイキャスにさ、うん、これさっき言ってたあの、うん、何、一番最初の YouTube が、おお、あげちゃダメよツイキャスに。そうでしょ、貼られているよ。本当だ、やめてくれ。これはすごい、やめてくれ。公開処刑やんこれ。しお、進撃のめいちゃんさんやりよった。いや俺多分第0回とかの、うん、初回らへんは俺、うん、結構頑張って喋ってるんですよ多分、うん、でサンチェスさんが全然、なんだろう、俺猫かぶってるから、そうそうそう、本当に、完全に、そう、先週も言ったけど、うん、完全にもう皮かぶってましたね、うん、完全にね、うん、向かないと、先っちょしか出てなかったから。申請全然もう関東に、関東に今もズル向けだけどね。今はね、あ、手術したね。そうそうそう、全然もう痛いよね、ズルズルですよ。一皮向けたということで、もう何枚でも向けてますよ。一皮どころじゃないよね、本当に。何枚も向けないから。で、ひとみさんもゼロ個あるんだじゃん。あ、私も向けたね、いっぱい向けたの。はい。でもこれ誰かいっぱい見るんじゃ、視聴率増えるんじゃないこのゼロ回。いいよ、ゼロ回とかいらんでしょ。ね、多分ゼロ回誰も見てないよ。まあいいよね、まあ残さなくていいけど。高見のお母さんぐらいだよゼロ回は。見てたのでしょ。あ、最初から見てる。見てたかな、さすがに見てないんじゃないかな。今も見てるでしょ、高見のお母さ ん、 こ ん、 ばんは。見てると思う。いつもすいません、うん、どういうことよ、なんで謝ってるです。うん、はい、サオロ兄さんからなんか朗報が入ってますけど、うん、これは秘密にしときましょうかね。うん、じゃあ読むなよ。何が3万円なんだ。安くないっていうか、もっと安そうだけどね。え、私高いなと思った。え、こんなするんだ。分かってない、たった3万円で自信がつくならいいんですよ。今これ掘り下げていいんだったら、うん、これ、完全にもう無理なやつは保険降りるんですよ。うん、あ、そうなの。そうです、うん、もうほんとギュッて、ほんとにこうどうすることもできないやつは、あの持ち巾着みたいなね。そう、保険が適用されるんですよ。へぇ、そうそう、経験者は語るってやつが今ね。ああ、じゃねえ、衛生的にも悪いですからね。そう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 、ですね、そうよ、怪しいね。分かった、ひとみ。はい。え、ひふみさんからコメント来てますよ。はい。おー、サンチェス久しぶりトニー。お久しぶりトニ ー、 スピール久しぶりですね。いやいや、なんか変わりましたね、 FM 機能もね。ライトがなんかね、そうそう、それはすごいよ。そうなんだよね、あのひとみさん専用の、ね、マイクがあんまり臭くなくなったりとか。ありがたい。ソファーが増えたりとかね。そうそうそう、そっか、全然知らないか。全然知らないですね。ちなみにライトは FM 技能は関係ないです。あ、そうなんですか。僕のです。まさかキャプテンの、はい、私物なんすね、はい、おー、めっちゃかっこいい。これ YouTuber みたい、なんかところ ね、 ね、今配信する人こういうやつ使ってますよね。そうなんだ、あ、うん、女の人はね、この丸いやつ、そうそうそう、アイキャッチって言って、あれめっちゃかっこいいよね。ねえ、かっこいい、あれ超いいよ。へえ、意外と安いんだよね、あれも。あ、そうなんだ。2000円とか3000円とか。安っ、うん、いいね。ちっちゃいやつだったらね、やばっ。そのうちここに揃うんじゃない、もういいよ。揃うはずよ、そんなに。女優ミラーみたいな。ライトいらないけど。ライトいるって。女優ライト、いらないよ。本当は化粧したいぐらいなんて俺は。あ、どうらん塗りたい。そうそう、ちゃんと塗ったりとかね。塗ったよ。で、流走するの。そう。くんな。男の流走嫌だな。ね。特に俺の。男の流走っていうか、そうか、かっこよくない？あれ流走って言わないのか。あ、いいんじゃない？アフロの流走。ね、帽子じゃないけど、なんていうのあれ。ね。うん、こうやってこう。あの、王冠みたいな。そうそうそう。あ、高見似合いそう。うん、高見似合いそう。うん。いや、似合う。普通に似合うと思う。俺だったらダメでしょ。サンチェスさんはちょっと違うの。そう、ちょっとそんなんかいいのに細い。どちらかというと。さすよ、アゴで。は何今の。はい、なんか今のちょっと面白かったね。で、今日台風で残念だけど、はい、今日アフロめっちゃ成長してるよ。お、本当は見したかったんですけど、はい、あ、帽子かつらかぶってるのとあんまり変わらないぐらい。へえ、伸びた。
超伸びてよ。昨日ドンキホーテでカツラ買ったわけ、アフロの、うん、で、被ってみたんだけど全然変わらない変わらないあんま違和感ないそんなに買った意味は、本当に、あ、このちょっと撮影で使おうかなと思って作品を今作ってるんですけど、いらないけどね、撮影で。そうなんだ。その、それの告知も今日変えて、あ、やろうかな、じゃあ。あ、今やった方がいい、うん、今やるか、今がいいですか。今がいい。じゃあ今やりますね。じゃあ告知の後に、宜野湾の、うん、あの、あっち、普天間らへん、うん、にリトルベアとお店があるんですよ、はい、古着屋さんなんですけど、アメカジとかいろんな雑貨とか、うんうんうん、超可愛いのがいっぱいあるんですよ、うん、でそこで、そこの1周年記念ってことで、うん、まあ、ポップアップってイベントをやります。お、今週の8月10、11、12 1時から9時までやります。土日月か。そうですね、3連休、うん、で最終日だけ8時で閉めちゃうんですけど、うん、まあ、1周年記念の、まあ、大量入荷ですね、新商品とか、うんうん、で数量限定のこのリトルベアっていう可愛いクマさんがいるんですけど、うん、それの T シャツ販売とか、あと、まあ、自分と、あとイカズチアートワークスさんと、はいはい、あとオリービーさんとエナジーっていう、まあ、アクセサリー、アクセサリーを作るアーティストさん2人と、あの、うん、みっちゃんいるじゃないですか、うんうん、みっちゃん、まあ、以前ゲストで来たみっちゃんが独立しまして、はい、イカズチアートワークスっていう漫画を描いたり、そうそうそう、 T シャツを出展したり、ね、ありがとうマスポッポの生みの親ですよね。そうそうそう、そうですよ、うん、もう一応、まあ、4人のアーティストが揃って、まあ、私もナッツクラッカーという名前で、ほっ、とうとう始めますね。ナッツクラッカー、おめでとう。ナッツクラッカー、まあ、くるみ割り人形なんですけど、ナッツって、待って、ちょっと待って、トラウマなんだけど、このナッツって、まあ、ナッツはトラウマですね以前ナッツってテーマで話してね、全然会話が広がらないっていう会があったんですけど、ね、もう二度とやらないっていう、うん、ナッツって何でしたのか分からない、なんでそれにしたのあ、まあ、ナッツクラッカーってなんか、サンチェスさんはいるんですか、土日月のどれかに。一応、まあ、います。どっちも3日間いるんですか。3日間一応いますね。時間が1は夕方ま で残りの2日間はまあ最後までいると思うんで、あー、オッケーです。まあ、他のみんなはなんかいろんな自分の T シャツ売ったりアクセサリーを販売したりってあるんですけど、自分は全然販売するのがないんで、うん、まあ、ドラゴンボールのカード出すとか、うん、そういうのなんでよ、じゃあ何か置こうかなと急に著作権引っかかったけど、まあ何もないよりは、うん、まあ、1枚20円で販売するんで、うん、高っ。安いよ、低価だよ。低価かい。だから、まあ、自分はまあイラストとか、うん、そういう作品メインでまあ見てもらうような形にしようかなと思って。なんかサンチェスさんがデザインした T シャツとかあったら、ね、そうなんですよ、本当は作りたかったんですけど、うん、まあ、作品作る時間がなかなかなくて、子育て、休みの日ももうあっちに行っちゃうんで、うん、なんで、まあ、もしお時間ある方はリトルベア、行きたい行きたい、まあ、インスタグラムとかでリトルベアって調べてくれれば、すぐクマさんがいるやつが出ると思うんですけど、カタカナでも出る、めっちゃ可愛いですよ。カタカナ出るかな、リトルベアって。アルファベットで多分リトルベアってやった方が、リトルベア秋野っていう、秋野さんって方がやってるんですけど、超かわいいよ。もうタートルズとかマーベルとか昔の T シャツとかアメカジとかもいっぱいあるし、ペッツもいっぱいあるし、キャンディーのフィギュアもいっぱいあるし、超かわいいもん。カラフルなお店、完全にサンチェさんが好きな、もう大好きなお店ですね、ワールドだね。え、これって入場自体はもう自由に入っていいの？全然いいですね。入って、でそこで購入したいものがあれば、そうですね、あれば購入していただいて。あ、いい ね、 ね、まあ、リメイクの洋服とかも秋野さんが作ったやつを出したりとか。すごい、あ、いい、ね、リメイクの洋服見た、うん、私も興味がある。結構いろんな洋服たくさんあるんで、うん、ぜひぜひリトルベア1周年のイベントに来てください。いえいえ、ありがとうございます。お願いします。ひふみさんから、サンチェス魂を売れって。魂いくらで売れますかね多分売れるなって売りますよ、俺とっくに全然売りますよ、うん、売るの、売るよ、魂なんて。魂言ったら終わりだよ、もう。でもいくらでも売るよ、魂なんて、うん、魂まで売ったら多分ワンカートンであるはず、魂は。俺はワンカートン12個あるから大丈夫魂の重さって何グラムだっけ。いいよ、3グラムぐらいじゃなかった。何がよ、21グラムだ。あ、確か21グラムだ。減るんだってね、炭酸電池ぐらいの重さらしいですよ。重さじゃねえよ、不思議だよね。でもね、サオロ兄さんから、話変わるけどさ、うん、刺身食べたい。食べて、超食べたいはい、ここでメール来ましょうか。はい届いてますんで紹介していきまーす、はい。あ、はじめましての方から来てますね。ちょっとリップネームがないので、うん、あれね、むなしさんね、次回なんかこの、うん、ね、あのリップネームちょっと考えてきてくれたら嬉しいです。ね、今回はじゃあ七種のゴンベイさんで、はい、行きます。リップネーム七種のゴンベイさん、ありがとうございます。ぴょぴょ、ひとみさんのツイートを見て今日初めて聞き、初投稿です。神奈川から聞いてます。 ありがとうございます。いらっしゃいませ、神奈川。テーマが出会いですが、うん、7月18日から29日まで一人旅で本島とケラマ諸島へ行ってきました。あ、すごい長い休みよね。旅のテーマは、うん、あの、え、これなんて読むの、旅のテーマ、うん、ごめん、なんて読むのこれ。旅のテーマはどこどこだ、戦績巡りでいいんじゃない。あ、戦績巡りでいいのか。うん、うん、三振のスキルアップ、
あと地域の方々との交流でした。いいね。お、沖縄の方は一つ質問をすると100で返ってくるくらい優しい方ばかりでした、うん、そうね。八重瀬町にて好きな歌者のライブがあり、うん、一人でポツンと始まりまで待っていると地元の方々がこっちへ来なよとワイに入れてくださりましたと、うんうん、泣いちゃうにもかかわらず一緒に盛り上がり最後は勝ち足、すごいな。こういう出会いは旅の思い出、いい思い出となりました、うん、と同時に沖縄の方の心の広さを実感しました、うんうん、その日以外にも商店のおばあ、戦争について教えてくれたおじい、うん、泊まった宿の近くでエイサー練習の見学をさせてもらったりと様々な出会いがあり、さらに沖縄が好きになりましたと、うん、うわー嬉しいですね、すごい充実してるめっちゃ。で PS、 この間24日にひとみんさんが出てるローカル番組のロケを車から生で見ることができました。 これからも応援してます。そうなの、すごいね。ロケ中のたまたまなんだ。びっくりした、すごい、ね、そうなんだ、 ありがとうございます。そうね何やってる時だろうな、道路測ってる時じゃない、かもしれない。最近バス停とバス停の感覚のやってるわけさ感覚そう、またなんかくだらないのネタ用意してきてるんだけどさそう、ありがとうございます。もっと違うの測って今度。違うの、うん、何がいい、おばあの乳首の長さとかや誰と比べるの出てくれると限られんあ、でもちょっとそれに近い、うん、中さんが好きなネタを夏やる予定です。ラベラとっぱい並べて間違えるかどうかみたいな。なんでよ、間違えば、ね、そんないや間違えるかもしれんよ、うん、どうくの畑に探したら分からんはずよ、おばあがおばあちょっと全裸で横たわってもらって、そうそうそう、これ取れんねえってから、うん、いつの時代のあれよ、いつの時代のあれよいつの時代のあれよあれよ、うん、まあまあ夏公開なんで、ね、うん、楽しみにしていてください。沖縄巡り楽しそうだね。ねえ、本当に充実してる。こんな感覚で沖縄をちょっと旅してみたいね、うん、あ、地元の人がなかなか味わえないかもね、うんうん、結構地元の人になんかシビアだったりしますよね。結構地元ね、シビアだよね。シビアだったりしますよね。セガとジャスコしか行かんみたいな海とか歩きませんみたいなでも本当にチャンプルーっていうか、あの、うん、ウェルカム精神はすごく、ね、うん、素敵ですね。いい人だし、ね、嬉しいね、こんな、うん、まだね、うちの人たちがたくさん残っててくれてね。おー、ありがたい。はい、ありがとうございます。次回あのリップネームどんなものが来るか楽しみにしてます。勝手につけていいならこっちつける。ああ、つけるかじゃあ。何がいいかな何がいいかな。今のメール聞いて、うん、俺言って、俺は今のところナーベーラーさん、うん、ナーベーラーさんあ、いいね待って、それ全然関係なくない俺今のところナーベーラーサンチェさんが言ったやつだよ。なんとかナーベーラーにします。なんとかナーベーラーしかもしおれたやつでしょ、うん、たわしになりかけのやつ。なんとかナーベーラーを俺は1個単語あげるんで、うん、もう1個単語お二人どっちからか。ペロ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 ナーベーラー。ダメ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 。ありがとうマスポポポポペロペロナーベーラーです。いいんじゃない、別にね、別にナーベーラー食ってるだけだから。すごい変な解釈で誤解する方が良くない。それも一応今もし聞いてないんだったら、うん、ひとみさんがつけたってことにしません。なんでよ、やめてくれ。一応アーカイブ残るからさ。そうよね。じゃあ待って、しっくりくるか一回ちょっとっすっごいしっくりきたけど俺。くるかすごいきた。え、待って、サンチェスラブさんとか、うん、なんでよなんでよ本当に。ひとみん大好きなんとかとかいっぱいあるさいや、サンチェスラブさんかペロペロナーベーラー選んでもらいましょうよ。あ、それがいいな。絶対もう俺、あ、もう完全、そっか、じゃあこの方に。あ、プロペラナーベーラーでもいいんじゃない。なんでよ全然関係なくなってる。いいんじゃない。いや、インフみたいだけでしょ、ペロペロから。プロペラナーベーラーがいいな。なんでよ。あ、ナーベーラープロペラみたいに。そうブルブルして飛んでいくみたいな飛んでくって、で、カデナ基地入って撃ち落とされるみたいな。2つもぶつかり合って、なんかもうぐちゃぐちゃするよ。あ、でもドローン、いい、ね、ドローンみたいにこうなるのか。そう音はまで効果じゃないけど、そしてラジオだけど、ラジオ伝わらないツイキャスでなんか腕の動きして、もうどっちか選んでください。じゃあどっち、お二人が生き生きしてますね。本当楽しそうだねじゃあプロペラナーベーラーかペロペロナーベーラー、どっちかということ、うん、どっちかね、はい、どっちかにしてください。しっくりくる方、はい、おばあの画像付きでいいね、選んでもらいましょう。それか、ひとみんが今別で案出してもいいし。まあ、そうね、うん、ペロペロナーベーラーかプロペラナーベーラーか、もうナーベーラーから外れたいんだったら、うん、別にね、沖縄大好きっ子さんでもいいし、うん、どっかで聞いたことあるな。なんかどっかで聞いたことあるでもいいしね。何が、確かにね。いや、でも今のところこの2択でどっちも嫌って言ったら、じゃあ考えましょうか、ね、うん、そうだね、うん、どっちも嫌が正常だけど、正常今思ったけど、どっちかしかないっていうのはないけど、七種のコンベよりいいんじゃない。嫌も OK ですからね
はい、では続きまして、うん、読んでいきましょうかね、はい、リップネーム、もこみ早道です。うん、うん、違うよ、ちょっとエロいな。早見もこみちをちょっと真ん中2つをなんかなんやなんやなんや、はい、ひふみん、ビラで高み、ビラで高みは他局だからキャプテン、うん、そしてお休み中のギャラクティカガラクタさん、こんばんは。こんばんは。今日来てますけどね。来てますよ今日。今夜は、前職で一番信頼していた元部下が、うん、京都から来ているので、うん、デートしながらリスラジで聞いています。多分どんな関係だろう。よくデートするな。本当ですね、毎週デートは、あ、うん、テーマは出会いでしたっけ。うん、出会い、うん、出会い、出会っちゃいました。おディープな地下芸人のお笑いの世界に。ほう、あら、もともと沖縄のお笑いは好きでしたが、うん、最近大のお笑い好きの彼女に誘われて、うん、国臭い、国臭い、国臭いじゃない、苦しいに肉に祭りって書いて、うん、国臭いという定期ライブを見に行くようになり、国祭りかな、うん、初めて行った時は内容があまりにブラックだったり、うん、激しい社会風刺、風刺、ね、風刺だったり、個性がきつすぎて一般には受け入れにくい芸人ばかりで、うん、正直戸惑いしかなかったのですが、うん、2回目を見た時はがっつり笑いのツボにはまってしまい、うん、普通のお笑いでは物足りない脳になってしまうので、少し不安です少々不安です確かにこんな刺激受けちゃったらね、うん、ちなみに国臭いには元 FEC 芸人でお笑い米軍基地の脚本演出をしているまーちゃんさんの元相方、うん、日賀萌えるさんや、うん、R1 グランプリ優勝者の三浦マイルドさんなどもレギュラーで出演したり、うん、そうなんだ。この前は飛び入りで元アニマル、なんだこれ、アニマル定団っていうの、これちょっと見ていい、ちょっと難しい感じなのかな。待って待って、見せて。アニマル定団じゃない、うん、難しい、アニマル定団、アニマル定団のお猿が出演したりして、うん、なかなか見応えがありましたよって、うんうん、ではでは目を盗みながらツイキャスがのぞけたら米しますね。ありがとうございます、ありがとうございます。あ、写真も届いてます、ね、うん、すげえなこれ。だってチャンス大城さんとか、うん、なかなかの地下芸人しか出てないすごいな、うん、すげえなこれ。めっちゃ細い人いるんだけど、これ行ったらすごいハマるんだはずねこれね。副大が母さんアッパホテルの、なんかあんまりさライブで見たことないんだよなお笑い。ああ、見てみたいな。オリジンさんのやつとか、ね、何回か見てますけど。お笑い米軍基地も行きたいなと思いつつも、面白いけどね、機会がなかったりとか、うん、面白いと思う。全然違うんだろうね、舞台もそうじゃん、うんうん、目の前で見た方がやっぱり伝わるのもあるし。そうだね、そうね。逆にじゃあ滑るのは超滑るんだろうねあ、きついね目の前で見るのは、ね、いやでもそれを、ね、それが舞台だからまだいいってなるんじゃないですか、うん、やっぱもっとメディアとかでやるよりは、はいはい、やっぱこういうところでちょっと客 その受け方とか見て、はいはい、あ、これは本番というか手応えあるなとか、これいけるなとかね、じゃない、うんうんうん、そうね、楽しいはずね、生でやるとさ、うん、やっぱりお客さんのやっぱ生はいいからね、うん、生でやると ね、はい、そうね、生がね、生はいいんですよね、生がね、うん、メール見ますかもう一個来てますけど、あ、来てる、うん、本当に、うん、え、嘘、すごい、どうどうどう、これアマゾンからのメールじゃない、どういうことよ、あ、来てるね、うん、リップネーム新劇のめいちゃんさんからありがとうございます。ぴょぴょ、ひとみーさんとキャンティーとツッコミ担当お疲れ様です。お疲れ、俺の名前だよ。そしてサンチェスさんお帰りなさい。あ、ただいました、めいちゃんでございます、うん、復帰してサンチェスさんらしさ全開で本当に嬉しかったです、笑い、うん、そして今月のテーマ出会い、これまでオフ会やリスナー会に参加&企画し、うん、いろんな出会いがありました。今月も行く予定で来月もある予定、うん、写真送りますが本当に良い出会いでした。最後の写真はあのイベントが終わった時の酔いすぎたリスナーさんが寝ていたところをプロレス技で締める様子です。あー、はいはいはい、はい、キャンティも飲み会からのカラオケ楽しかったね。いいね、いいな、オフ会みんないいな。キャプテンも参加されたんですね。そうだそうだ、あ、すげえ楽しそう。完全にあれじゃん、タバセンジュさんじゃん。ビビアンジュの最後の写真、どこに、俺大好きなんですけど。あ、本当だ。じゃない？ね、超いいんですけど、もう超最高、も大好き。これあれだ、これ今パッちょっとあれですけど、今今週の某 R 曲の大好き、MM タイトル MM 大好きで、リンタロウさんとミキトニーさんが司会だ、MC だったんですよ。あ、わかる。俺ミキトニーさんだから、うん、とうとうほらあの別の某 F 曲でちょっと長年お昼やってたんですけど、はいはい、それはもう、まあね、3月末でしたっけ、うん、もう終わりまして、それで、はい、とうとう R 曲のお昼の
そう、3日間だったかな、今週ずっとやってるのかな、うん、月火水やってるんですよね、限定で。そう、ピンチヒーターで、マリさんがお休みだったから、うん、夏休みで、はいはい、すごい、すごいよね、すごいな、そう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 、いやなんかこうにね、二度とあるわけないって思ってたコラボがあったからね、うん、面白いね、大好きね、いいね、こういうのがまたいい出会いじゃないですけどね、うん、大好き、ぜひもう来ないでしょうけどゲストに来てほしい。いやもうないでしょ。もうないだろうな。ドタバタリップには来てもらえないと。わかんないよ。いや無理でしょう。ね。一回来たけどね。あれもちょっと1年目だったでしょ、それも。1年目だね。そうだね。うん、よく来てくれたね本当に。そうよ。その最初のクリスマスよ。うん、怖っ。すごいな。今考えたら怖いな。怖っ。あ、2年目かな、忘れたけど、どっちかだね。ね、うん、来てくれたね。いやそう、サンチェスさんがめっちゃ絡んでたの覚えてる。それはだってね、絡んでたね。大リスン、大リンサスなってこと、すごいあるでしょ。めっちゃ聞いてたからね、最初。毎日送ってたから、ね。そうですよ。いやあっちにも遊びに行って。いい刺激をもらいましたよ ね、 ね、うん。今度呼びましょう、ゲストで。ねちょっとゲスト来てもらって、全然ゲスト来てないですから、最近。確かに来てないですね。ちょっと。あ、そうだね。ね、テーマ出会いですか、うん、みんな休んでる時に呼んだりとかするけど。そうだね。うん、いやーそうね、でもんちょっと呼びづらいね。じゃあまずブリトニーとか呼ぶ、ね、ブリトニーとか呼ぶ。呼べるの、あのカテナ基地のそっち外人さんだけど、うん、誰よ。じゃあ全然一応関係ない人でもゲスト呼ぼうかなって。関係ない人でサンチェスさんいなかったらダメだからね。そうだよね、本当に。だからこれは出会いでしょ、新たな出会いでしょ。誰ですかっていう。一応日本語喋れます。喋れない。なんでよ。無理じゃん。私なんでここにいるのみたいな。そこまでそんなのは喋れるの。喋れない。なんでよ。なんのす。なんでくだらな、なんかいいんじゃない、そこら辺の人なんか読んできて、うん、ゲスト出ませんか、うん、って。 FM 機能案的にどうなのそれ。FM 機能案的には、うん、いきなりゲストみたいな。一応部外者だけど。全然そこら辺の中学生でもいいし、おじおばあでもいいし、うん、戦争の話とかしてもらって。なんでよ。いろんなためになる話はそれぞれ持ってるじゃん。番組によると違うわ。滑らない話はみんな持ってるでしょ。怖っ、そんな振り方するの。一人一個あるでしょ。滑らない話あるから読んで。なんか言ってください、はい、どうぞ。なんでよ。はい、ありがとうございました。あんたいるんだろうね、そんな仕切りしてるけど。いないいないいない。いないの。俺がいない時だよ。こういうのも俺ありだと思うけどな。ありかな。ありじゃない。やってるとこないでしょ。ないよね、うん、怖いから。怖いからね、何かメリットがなそうだからね、やる必要、うん、うんじゃないけど。今日のテーマ出会いなんでしょ、うん、出会い、出会いか、うん、どんな出会いが、あ、やめど、何がやめど。またなんか怪しいこと言いそうで。一旦行こうかな、 CM。 さすがにちょっと一旦早めなきゃ、ちょっと、ちょっと行きましょう。行きましょうか、ちょっと止まったので。はいはい、 CM です。唇が乾燥して力が出ないでやる。ああ、どうしよう、どうしよう。ひとみんくるよ、ソウィン。これは、ドタバタリップ。うん、私来週不倫しますって言うのかな。最初何かな。私来週不倫するんですけど。不倫まで行ったら、ちょっとそういう。そうね。不倫。逆に次の番組に出るのはね、だからさ、2時間があったら行きたいんだけど、うん、1回だけちょっとお邪魔しましたね。確かに。サーチェスさん、ちなみに、はい、今月はもう今週がラストですか。わかんないです、まだ。わかんない、わかんない。3人揃うときにあれやりたいんですよ。あ、地獄あられ。地獄あられ、あ、めちゃくちゃ辛いやつ。そうそう、あ、やりたい。 GT200 でも来週も大丈夫だと思うけどな。ああ、そっか。うん、じゃあ来週。お、バーサルじゃん。え、CM、 あ、CM? バーサルチ最高ですよ。あ、また食べたいな。なんか言おうとしたことがあったんだけど。なったかな。あとちょっと今日番組終わったら、まあ、お三人揃われてるのでちょっと話したいのが、はい、この前ちょっと高見さんに話しましたけど、10月の件です。あ、なになに。あ、はい、そうですね。ちょっとなんか怖い。なに。やばいなぁ。生々しい。例えばあれ、CM 見た？ホームセンター作のとの。ん？え？ホームセンター作のとの CM 見た？前の？前にしたやつ。そう。うん、見た？前に見てない。あ、出したやつ。チャラララ、チャラララ。いやいや、あー、あれか。うんうん。見た？え？話したじゃないですか、ラジオで。この話したっけ？したよ。したよ。2ヶ月前にしました。忘れてる俺。
今なんだ、なんか楽しそうに話してるから全て忘れてるっけ。やりましたよ。忘れちゃった。時間がもう、時空がそう、時空が忘れちゃってんだよ。時間軸が ドタ、アン、バタ、アン、リップ、アン。はい、ということでエンディングでございます。サンチェスさんも揃って久しぶりにやったけど、あっという間でしたね。あっという間でしたね。あっという間だった。はい、すいません、もうメールもコメントもありがとうございます。ありがとうございます。はい、来週も引き続き出会いでお待ちしております。はい、では告知。はい、ですね、ただいま稽古真っ只中の花の名前に私出演いたします。花の名前、今月8月31日土曜日と9月1日日曜日、時間はお昼1時と夕方の6時、計4回公演となっております。チケットが、前売り2500円、18歳以下1500円、当日が500円アップとなっております。500円アップ。場所が毎回料金に食いつくけど、内容で食いついてもらっていいかな。そこじゃないよ。聞いたことないな。いやいや、毎回やってるよ。嘘くそ。全然聞いたことない。場所がアトリエメカルベースですね。あのメカルの、十字路にある、はいはい、アンアンの近くです。アンアン、はい出たよいいよもう、こちらちょっとね、あの内容が児童虐待とか貧困とかをテーマにしているので、ちょっと重たいんですけど、うん、でも、私たちのお芝居を見て、ちょっとぜひ身近な人のそういう危機とか、そういうのを気づけるきっかけになったらなと思っております。はい、よろしくお願いします。あとさ、来週フリムーンラジオに私ゲストで出演いたします。ぜひお時間ある方は聞いてください。よろしくお願いします。花生ね。花生、花の名前、花生って言わないけどね、うん、花生ね。はい、皆さんあります？告知。あ、サンチェさん、もう一回改めて、うん、さっきの、今週の、はい、今週の10、11、12、リトルベア1周年記念として、うん、ポップアップというイベントをやるんで、うん、ぜひ皆さん、宜野湾のリトルベアに遊びに来てください。展示があったり、うん、俺行きます、絶対。新しい T シャツを販売したりね、うん、今回のためにたくさん商品を入荷してるそうなんです。アクセサリーも可愛いのありますよ。で、目の前でね、イカズチアートワークスさん、みっちゃんがね、 T シャツも吸ってくれるそうなんで、おら、自分の好きな色を指定して、うん、その場で、あ、みっちゃんさん T シャツ買おうかな、出来上がったばかりの T シャツをプレゼントしてくれるそうなんで、やった。まあ、自分の場合はね、商品がないので、うん、まあ、自分の作品を見て、ドラゴンボールのカード出せも購入していただけたら嬉しいなと思っております。さよなら。なんでまだ1時間半あるわ。じゃないよ1時間半ある最高だ。じゃあすみません、またさらっと高くなったんですけど、はいはい、ビラダウィーケンド RB シャイラジオで日曜日10時からやっております。はい、私ディレクターしております、はい、ビラアットマーク RBC.CO.JP にメールください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、あっという間でしたけど、うん、そうですね、そう、なんていうんですかね、やっぱ3人でできるだけね、こうまた揃えるようにね、ちょっと、うん、いろいろ忙しいですけど、うん、やっていけたらなと思いますが、うん、そうね、一回もう一回ちょっとね、うん、オープニングとかエンディングジングル含めて、俺やっぱりちょっと慎重したいなと思って、うん、もうすぐ1年経ったでしょ、まあ、確かにね、番組も、うん、作本と一緒だしね、うん、作本と一緒ね、これ結構重要だけど、ねね、オープニング一緒だからね、サンチェスさんはパパになったことだしね、そうそう、創造主と呼べ、うんうんうん、あかりさん、あかりさん、あかりさんの声も入れてね、ジングルに、あや、ね、あやあってめっちゃ喋るじゃんそんなだった。そんなだよ。良さそう。まあね、じゃあ頑張って、楽しくやりたいね、ちょっとリニューアルしていきたいなと思っております、うん、ということで今週は以上になります。はい、シュプリムさんから呼んでいい？お、うん、サンチェスさんに、お疲れ様さ、サンチェスさん、しっかり搾乳してあげてよ、頑張ります僕チュポチュポ、はい、ということでお送りしたのは、はい、ひとみんとサンチェスと高見トゥキャプテンでした。また来週お会いしましょう。バーイセッセッツ。間に合わなかった。間に合わなかった。うん、はーい、ありがとうございます。お疲れ様です。このメロンパン A カップ。